皆さんこんにちは。シニアのためのギター弾き語り講座、ギターで打ち合おうチャンネルです。今日はですね、またまた、昔懐かしい、ピーター・ポール&マリーのですね、パフ、小学校の教科書にですね、日本語に訳して載ってるそうですが、このパフをオリジナルでですね、挑戦したいと思います。それではまず1番をですね、歌ってそれからまた解説いたします。キーはこれ B、オリジナルは B ですが、まあ3カップをしてですね、G で、BPM をやって、まあ、その通りやってますから、G でですね、3カップで、キーは B という曲でやってみたいと思います。まずBPM 奏法、これ2フィンガーですね、親指と人差し指、これでC はですね、最初はミなんですけど、その後ソ、タンドトンタタンタンドトンタタンドトンドトン、次の C もですね、今度はもうずっとソで、こう普通はこれが C ですが、一弦をですね、3フレット目に触れて、で G、E マイナー、 G、 まあ G ってもこれですね、1弦と、1弦と6弦をですね、3フレット目、3弦をですね、
セブンで途中で along the chilly lane.
suddenly slipped in his cage. Oh, Papa, the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Adelie. Papa, the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land.最後原曲ですね、まあ、パターンは G、B、マイナー、C でここからずっと一弦の三弦をつけっぱなしでダンタトンタタンタンタタン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 タタン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 ということで最後元気にですねやるということで、あとはまあ、あのリズムカルにチャンチャチャンタタンタンタトンタタンタンチャトンタタンタンタトンタタンということがリズムカルに行くということと、あと3フィンガーでもできますけど、まあ2フィンガーの方がより音が強い音が出ますので、ツーフィンガーにですね挑戦していただければと思います。以上が、ピーター・ポール&マリーのパフでした、いかがでしたでしょうか、みんなで歌うには子供、お孫さんとも歌えるかもしれません。ぜひ挑戦してください。ありがとうございました。